スタートしました。さあまずは外回り第3コーナーを目指していきます。何が行くのか、5番のディアスティマ主張していきます。しかし外からジャコマルも譲りません。並びかけます。そしてその後3番手の位置、内から3番のカレンブーケドール、そして4番のシロニー、さらに外からディープボンドもすっと後位に、あとは10番のゴーストがつけております。内からは2番のアリストテレスです。2馬身後方14番のウィンマリリンで外回り第3コーナーをこれからカーブ、内差がなく並んでいるワールドプレミア、あとは1馬身下がりました11番の名将天元が続いております。その後16番メロディーレーン、あとは6番のマカヒキ、そしてその2馬身後方ですが17番オーソリティが続いていって、後方からは7番ユーキャンスマイル、名村ドノバン、あとは8番のディバインフォース、最後方からレースを進める15番のオセアグレイトです。かなり縦長になってまいりました。さあ各馬が正面スタンド前へと出てまいります。さあ前のスタートしての 1000m は59秒8で入っています。前の争いですが5番のディアスティマ先手を奪っています。ジャコマルが若干控えるような形、そしてその後カレンブーケドールとシロニーが並んで、その外からすっと位置を上げる12番のディープボンド、現在3番手の位置を進んでおります。これを後ろから見るようにポツンと2番のアリストテレスが続いています。あとは1番のワールドプレミアウィンマリリンが接近して、外からゴースト名将天元が行っています。その後方は内6番のディアスティマ、外目から17番のさあメロディ、そのとかオーソリティ、そしてメロディーレーン名村殿番と追走して、その後ですがユーキャンスマイルディバインフォース、最後方から進める15番のオセアグレイト、さあ向こう上面へと入っていきます。先手を奪っているのは5番ディアスティマ、ジャコマルが2番手の位置、3番手3番カレンブーケドール、そして外は12番のディープボンド、間をつくように4番シロニーです。2馬身後方ですが2番のアリストテレスが続いております。さらに2馬身後方1番のワールドプレミア追走して、さらに内から11番名将天元、外からは14番ウィンマリリンです。そして内から6番のマカヒキ、間10番ゴースト、そしてその後方から17番のオーソリティが続いております。向こう上面の中ほどです。さあ2周目へと入っています。その後13番名村ドノマンがいて、16番メロディーレーン、そしてその後ユーキャンスマイル、内回り3コーナーカーブ、あとは1頭かわして15番のオセアグレイト押し上げにかかって、最後方8番のディバインフォースとなりました。さあ3、4コーナー中間地点、今度は内回り3、4コーナー中間地点です。5番のディアスティマが先頭です。リードは現在1馬身、そして2番手にカレンブーケドールが上がりました。そしてディープボンドは現在3番手、そしてその後2番のアリストテレスに1番のワールドプレミア、さあそして外からはウィンマリリンがまくるように下がっていきました。さあ第4コーナーカーブから直線コースへと向かいました。今度はカレンブーケドールが先頭に立った、カレンブーケドールがババの2分どころ先頭に立った、ディープボンドアリストテレス、ワールドプレミア、この4頭の争いか。今度は外からディープボンドとワールドプレミア接近する、うち応戦するように3番カレンブーケドール頑張っているが、さあディープボンド、ワールドプレミア、今度はワールドプレミア前に出た、ディープボンド打ちて食い下がる、先頭は1番のワールドプレミアゴールイン、ディープボンド2着、3着争いどうか、アリストテレス、カレンブーケドールの争い。